それではですね、今、ご覧いただいているように、心拍のこれはまだ素材ですが、一応第1回目の完成まで、ご覧いただきたいと思いますので、こういう素材がどこら辺まで、うまくできるか、ご覧いただきたいと思います。それではこっちもいいかな、こっちか、一応じゃあこちらを正面に、見えますか、これこういう状況ですね。正面にして、作りたいと思います。作り込みの前にある程度剪定をしてですね、それから陣作り、をして目数どれぐらいか見ながら、針金をかけていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まあいいとこ行ったな、きれいに行きましたね。これをあれか、陣にしたり、そうだな、こっちも陣にするか、そういうことは必要だな。できて、ここも一つ陣にするか、向こうへ回った場合にこれはいらんのか、そういうことないな、これを陣にするか、これでこれを陣にして、上の剪定はおおむねまあ終わりましたので、これから陣を作ったり、シャリとか、まあそういう、まあこれも掘りながらっていうんですかね、陣を作りながらまた枝配りを考えて、やっていきたいと思います。前回も説明しましたが、こういう陣を作るには、こういうものでちょっと上の皮を押さえるとちょっと柔らかくなりますのでね、これで皮がめくれやすいということです。こうやってね、ちょっと、しごいといて、こう引っ張ると
皮めくれますからね。これをあまり力入れると今度は中の木質部分までバラバラにしちゃうということになりますのでね、まあこの辺はちょっと注意していただきたいんですが、そう硬いもんじゃないですから柔らかくといってあまり、これがふわふわしないようで多少は押さえつけるとねいいことですので、まあこれも多少、慣れないとどれぐらいの力入れていいか分かりませんので、実際、始めるときにはこんな程度かなというこういう感覚を覚えていただくといいですね。この皮はですね、生きとるうちに、やらんと後で、木質部が硬くなりますので、まあこの辺も気をつけてやってくださいね。この枝先が枝向くっていうのか陣を作る枝が枯れないうちに、新しいうちにっていうか多少息をしとるうちにこうやって目皮を剥いでいただくと、まあ剥きやすい、細いのでも剥けますね。こういう自然にこうめくれたような、これも陣作りの技法です。片側とか両側とか、こういう重なったところはできるだけ陣を作っとった方がいいですね。見える？ちょっと暗いか。これぐらいか。まあ多少こういう次なんか生きてるとこを残すようにしてやるときは、こう皮だけをこう切っといてこうやってやるんですね。自然にさっと水っていうのか水水の皮がめくれる場合がありますが、それを利用して、水水を自然にめくれたようにするのもまたいいことですね。まあこれはなかなか自然の陣っていうのは難しいものですね。だからまあこうやって一度剥いておくとですね、また時が経つと綺麗にどうですかね、自然になったみたいになりますので、何もやらんよりはこういうことが面白いことになるのではないかと。私も期待しておるんですが、向こうへ、これでぐーっと向こうへ行くんだな。これで一回りしてきてくれるといいんだけど難しいね。ここら辺も
意外と大雑把でしょ、こういう剥き方は、この方がいいんですよ。古く感じるっていうかね、若木を一番古く見せるにはこれですね。ちょっとここの針金が邪魔になってきた。針金を外します。ここら辺までちょっと強引だけど、もうやれるうちにやっといた方がいいか。こういうふうに。そういうことも必要です。よっしゃ。あらゆる道具を使って利用してっていうのか、こういうふうですね。これが水水自然と剥がれましたね。まあこういうちょっと荒っぽいんですが、こうやってね、これも水水はこう一回りしとるような感じだな。まあ。が向けたら両方こっちもこの辺も見とかな。ここも陣にする。これで、これいいよ、固まってて陣にすると。ああいうふうに抜かれた。これいいな。よしよし。きれいに予定通りめくれたぞ。ここは説明しとこうかな。ここちょっと説明しておきますと、これが生きてますね。でここの一番大きい枝をこう皮を剥きましたけれど、こことここは生きてるってことは、下側はあの水道が剥がれんようにして、上側ここだけが自然にこう筋剥がれましたね。まあこういう陣の作り方、これが一番いいですね。こうやって自然にめくれたみたいに、自然に
陣ができたような感じになりますからね。この場合はこの今向いてます、この場合は全体が何も他に枝がなしにして今めくる作業をしてますので、これは本当にシャリになるというかね、骨の、まあ木の骨に陣とかシャリなんですけど、シャリっていうのは骨の形になってますね。よし、よし。これの裏側をめくりたいんだけど、眉だけをまず切るか。奥がめくれそうだ。よっ、あ、それ切れちゃった。あ、ちょっとついたか。これが挟めんな。ここに1本見えんな、そっちからじゃカメラが見えんね。まあいいわな、こんな感じで。よし、まあ色は白くついたで、
はい、とりあえずは陣作りは終わり。もっとやりたいけど一時的に終わりまして、ちょっと待ってよ、本当に今は待ってくださいね。ちょっと中身を見て、針金作りでやれるかどうか。これ全部今日中に植え替えてまうでね、その辺で OK。 これからは針金掛けをやります。大丈夫、こっち、これ